ああ、うん？同じ場所だけどね。ガライパーね。石ころゲット。ガライパーの場所はわかる。そこでしょ、すぐそこでしょ。あ、ケルビがいるじゃん。ケルビ。ケルビの角も後でいっぱい集めなきゃいけないから。あ、なんか落とした。ケルビの落とし物。あ、角ゲット。暖かい毛皮。毛皮もなんか多分、あ、薬草がマックス。ああ、そうか。なんだこの虫は。なんか何でも捕獲したくなっちゃう。あ、捕まえられない。ゲット、ウサギと共に虫をゲットした。あ、毒テル、毒テル。いいね、ニャーちゃんがちゃんと仕事してる。暖かい毛皮。アイテム置いてくんの忘れたな。とりあえずガライパー倒しちゃうか。もうネルギガンテが来ないうちで来ないと思うけど、ガライパーどこ、あ、なにこれ。あ、強力な弾、スリンガー貫通弾だな。こいつが貫通弾。届かない弱点部位も強引に狙い撃ちだ。へえ、あ、いたいたいた、ガライパー。えいえいえい、なんか数字が重なって199に見えた。そんなわけないのに。よし、ナイスナイス。2匹倒したからあと5匹か。かわいいなあ、にゃその浮きは。てか武器で漕いでるんだね。本当にあんたやりたいんだけど、これで。これで。かわいい。超かわいい。若干、武器が顔に重なってますけどね。かわいい。その、弓使ってるとこ見てみたい。毛をちょっとね、長めにしちゃったから、水の中浸かると、びしょびしょになっちゃうもんね。にゃーちゃんね。移動するとついてくるのかな。来た。かわいい。かわいい。何なのこのかわいさ。何なんだろうね、この動画も。ひたすら猫を映す。猫を映す。こんな目で見られたら私何でも言うこと聞いてしまう。あ、オッドアイにすればよかった。今更だけど。変えられんのかな。あれ、この鳥とあの鳥違くない？私多分、この鳥は、あ、無理だわ。今の鳥、捕まえてないよね、多分ね。不死鳥がこんなところに、でかいな、不死鳥。意外と。これも不死鳥かな？スタミナ雷鳥だった。イェーイ。あれ探すか。ガライパー超いっぱいいるじゃん、ここ。本来の目的を忘れるところだった。でもあれだね、なんかクエスト終わってすぐ次のクエストを受けられるのはいいね。こういうなんかお使いクエの時は一気にパーってできるから。あ、いる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 、いっぱいいる。大型モンスターが一切出てこないね。イェーイ。ガイド先に。到着しました。なんか、おー！
あ、待って、陸に上がるとこいつら。すごいいっぱいいる。すごいいっぱいいる。半端ないあの、太刀の切れ味の落ち方が。大回転切りが入れやすいね、なんかいっぱいいるから。あお、痛い痛い。おお、入った入った、いっぱい入った。ちょっと素材欲しい。素材、素材ください、素材。あ、ナイスナイス、とどめ刺したね、ニャーが。あ、出たな、精霊の加護。ブーメラン投げる、たまに。弓を持ってるのにブーメランをたまに投げる、その心。いや、ブーメランの方が強いのかもしれないな。あ、終わった。ちょっとこれ、これだけ欲しい。いや、痛い。これ、こういう素材もね、後で多分必要になる可能性があるからね、取っとかないと。ダブルクロスとかはこういうなんか雑魚の素材がレア素材並みに手に入んなかったりしてね。1個も持ってない。どんなレア素材だって思ったら、なんか雑魚の素材で、あ、入ってないだけかみたいな。あとこいつだけ。やばい、弾かれる。あと10秒で。よし、 OK。 かわいい、あのリュック、リュックじゃないな、あのカバンがかわいいな。またわー、素材がいっぱい。お、ガライパーの肝が増えた。さあ、次のクエストを受ける前に、ちょっと待って、アイテムの整理しないと。これ支給品ボックスか。支給品ボックスじゃなくて、アイテムボックス入れ替えで。てか、アイテムボックスの容量も増やしとかないと、すぐいっぱいになっちゃうね、これ。お店で買うのかな、あれ、収納の心得的なものを。よし、はい、なるべく最初はケチって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 いきたいね。いざ、クエストカウンターでフリーにして、クルルヤックを倒しに行くか。どこにいるんだろうね、クルルヤック。はい、よし。さあ、50分か。ちょっと、ん？モンスターの、あ、捕獲か。弱らせ罠にかけて麻酔を使いモンスターを生け取る。罠と麻酔を忘れずに持っていきましょう。まあね、モンハンの捕獲といえば、こうモンスターが足を引きずったら、捕獲のサインというかね、目安となるわけですが、なるわけですが、これでこれ以上攻撃すると倒しちゃったりして、よく失敗するんだよね、捕獲ね。寝た時に罠を張って
麻酔投げるのが一番確実ってか、なんか持ったまんま移動すんだね。かわいそう、自分が持った卵かなんかが飛んでっちゃった。このクエストはモンスターの捕獲が目的です。討伐は失敗となりますので注意してください。オッケー、ご飯食べていこうかな。その前にちょっと待って、オプション、ないか。一時停止、一時停止とかないか。まあいいや、間違えた。さあご飯、ご飯、何がキラキラしてる。気まぐれにしようかな。うん、うん、猫の後は後は任せてあるんだ今回も。クルル役、まずは痕跡、したアイテムを集めながら。クルル役だったらどこにいるかな。針の実40個も取れんの、あんな一瞬で。あ、いるじゃん。シルベムシがターゲットに導いてくれます。ちょっと待って、今ねモンスターと遭遇できるはずです。サボテン取ってた。あれどこだ。クルルヤック、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか持ってるな、すでにクルルヤックが。クルルヤックとゴルボロス、さよなら。素通り、ゴルボロスを素通り。どんどんクルルヤックのレベルが上がっていくね。いや、いいことですよ。どこまで行くんだろうこのクルルヤック。あ、いたいたいた。びっくりしてる。はい、待って、どっか行っちゃった。待て待て、あ、そうか、岩を探しに行ったんかな多分。クルルヤックだったらそんな弾かれることないかな。あ、上にテトルがいるぞ。どこまで行くんだろう。あ、たどり着いた。よし、いるな。いいよいいよ。よし、これで入る、入るか。あ、入った入った、よかった。いや、なんか岩を持ってないときゃいいんだよね。あー、微妙に当たってない。岩を持ち始めるとあの岩が。あ、いたいたいた。
どっかで考えてるな。いや、ガードしてるのか。あれどうやったら落とせんだろうな。いや、何もセットしてなかった。あ、なんか笛破壊したな。よし、入ったけどだいぶ切れ味が。あれ避けられた。どこに攻撃してんの。あ、落としちゃったね、かわいそう。そして逃げていくクルルヤック。近い行こうかな。あー、そっちあれじゃない、ボロボロスいない、大丈夫かな。ピカーン、ひととぎぐらいで すごいなクルルヤック、結構あれなんだね、パワーがあるんだね。あー、ボロボロスいる、遠くに見える。よいしょ、モンスターが十分弱ってしまったね。罠を使用して拘束しましょう。罠を使用して、罠、あ、罠持ってないじゃん。逃げてる逃げてる。罠なんてあった、支給品ボックスかな。ちょっと待って、一回テント戻ろう。そうだ、捕獲だわ。ここがいいかな。ダメだ、まだ見つかった、見つかってる状態になってる。いつになったらいつになったら終わるんだろう。まだか、長いな、結構長い。あ、OK。ここだな。ちょっとこっちに飛んで、捕獲に必要な支給品が届いています。あったあった。特に捕獲用麻酔玉は必須中の必須。必須だね、これないとちょっと捕獲ができませんわ。完全に抜けてた。どこ行った。でも多分ちょうど寝たんじゃないかな、もしかしたら。あー、体力がない。ニャーがなんかに見つかってんのかな、これ。あ、いたいたいた。足引きずってる。まだか。ちょっと次ぼーっとしたときにマナを。いや、寝るかな、これ。寝た時が一番確実なんだけどあ、飛んでった。
ついてこう。今回あの近くにいても結構寝てくれたりするか。ああ蜂蜜発見、蜂蜜ゲット。ちょっと様子見る。寝ないかな。今です。イエーイ。一回拠点戻るか。これクルルヤックの落としもできませんが、報酬は普段よりも多くもらえますよ。あこれ痕跡か。割れた卵割れた卵。捕獲するとね、戻る時間が早いんだよね。剥ぎ取りできないから。剥ぎ取りできない分報酬が多いというわけですね。最小最小か。おお初めての生け捕り。場所は大アリ塚の荒れ地だ。直ちに向かってくれ。久しぶりに帰ってきたぞ。バウンティーの報告しようとりあえず。うん、うん、あ捕獲のやつそのままにしとけばよかった。まあいいや。16頭か。ちょっと少ないやつがいいな。アイテム、虫、植物、小型モンスターと鉱脈で、これなんかあったかな。なかったかもな。ないや。オッケー。じゃあとりあえず食材が増えたから次に進めるな。クエストボード、あクリアになってる。プケプケ任務、とりあえずこれ行こう。でアイテム、アイテムの入れ替え、トラップツール、よし。なんだ259。針の実、よしこれで待機しよう。あご飯食べてなかったな。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すラメのランプは今か今かと待ちわびていて、光がこの光が僕の中で雄たけびを上げている。魂が愛になるその時まで愛のままで燃え続けて叫ぶんだ。もう怖くないよ、だから今すぐに光を。